今日もみんなお疲れ様。今日って何曜日だっけ。あ、わかんない。これ何曜日まだ出ないのか。今日は何曜日、木曜日、今日木曜日か。あと1日で金曜日だよ。夕日が沈む空を見ているか。今日杏仁豆腐食べたくて買った。杏仁豆腐、この前さ、みんなで中華料理屋さん行った時にさ、ちょびっとだけ杏仁豆腐出てきてさ、食べたくなっちゃった。今日マネージャーみたい、このジャージがね。疲れー。みさみさ待ってたよ、ありがとう。リエも待ってたよ。ちょっとリエもまだイモンステレビ見てないんですよ。今日めっちゃねストレスだったからさ、見れてなくてさ。いただきます。なんかプリンみたい。マシンガーさんお元気、ありがとう。お元気です。マシンガーさんは元気。ありがとう。もうみんなイモステレビ見たんですか。ちょっと家まだ見てないよね。ちょっとテロップ変えようじゃ。イモス必要。でさ、自分見てないからどんな感じになってんのかわからんのだけどさ、分からんだけど、とりあえずあのジャージがあの短かったんですよ。めっちゃジャージの丈が本当に短くって、もう足首も靴下も丸見えみたいな状態なのがちょっと。それがめっちゃ記憶に残ってるんだけど。3期生は元気ですよ。ウパーさん待ってたよ、ありがとう。こんばんは。さやまちさんお疲れ、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様。さっき県民賞で埼玉のご当地焼きそば、ご当地焼きそばのことやってた。カレー焼きそば、埼玉のご当地焼きそばはカレー焼きそばなんですか。初めて聞いたんだけど、カレー焼きそば。何ですかカレー焼きそばって。私埼玉県民だけど知らないですね。そう小皿程度、小皿というかなんかこのスポイトみたいなぐらい、このぐらいのやつ。誰かメールで写真とか送ったんかな。でもさ、食べた中華料理屋さんの写真撮ったから送ろうかなって思ったんだけど、丸焦げの油淋鶏が写ってるからさ、迷う。写すってかそれをメールに送るか。トウモロコシさん、コスモスありがとう。あ、待ってたよ、もありがとう。ラベさん、コスモスもありがとう。コスモスだっけ。ご当地グルメ。テレビでも埼玉県民の人焼きそばのこと知らないって言ってた。そうよね、私も全然、もう初めて聞いたかな。初めて聞きました、カレー焼きそばって。
ね、どこの地域のこと、どこの地域の食べ物なんですかね。ケイコアトラさん、八分丈、そうそうそう、本当に八分丈ぐらいのあの長さでした、ジャージが短くって。エシケマシーさん、ゼリーありがとう。ね、私もカレー焼きそば知らんわ、聞いたことない、食べたことない。それってご当地なんかね、なんか作ったら自分でも作れちゃいそうな。カズさん、コスモスありがとうございます。食べるとこは見せてくれる人する、本当食べるとこ写さんの方がいいの、ちょっと迷う、いつも。うんうん、試験マシンさん、ブーケありがとう。埼玉のそれぞれの市でご当地焼きそばが違うみたい。ご当地焼きそばある県で全国2位だって聞く。え、そうなの？なんか結構すごいけど全然知らなかったです。そうなんだ。え、知らないよね、みんな知らないじゃん。テレビ見るまで知ってる人なんかほとんどいなかったんじゃないですか。マルコゲリ油淋鶏みたいだって、本当？じゃあ送るわ。ちょっと今日は、今日どうしようかな。じゃあ今日もまた早く、いや早めに切ったら15分、早めに切ったら、早めに切ってメール送るか迷うけど、ちょっと今日はもう朝送ってるのでやめときます。明日の朝じゃあ送りますね。焦げた油淋鶏。3570503、コスモスありがとうございます。北海道はちくわパン、そうなんだ。北海道、え、ちくわパンってどんな感じなの、ちくわの味するんかな。ちくわ、ちくわも好きだし北海道も好きだから食べてみたいわ。とみちさん、ハートありがとう。深谷の、え、深谷のなんだカレーは。そうなんだ。テレビ映り、本当に自分がどんな風に映ってるかめっちゃ気になる。ちょっとマタロさん、コスモスありがとう。猫さん、県民賞といえば3週間ぐらい前にやった長崎特集で両親がインタビューを受けても、すごい、それすごくないですか。なかなかなんか巡り合わないよね、インタビューを受けるような場面にね。そうなんだね。いちごとか決して食べたか見せない。そうなん、でも確かに見せてくれなそう。ちなみにリエの前では見せてくれます。今日はこれは杏仁豆腐かな。あ、危ない。その辺の焼きそばより、焼きそばよりうどんじゃよ、だって。うどん、焦げた油淋鶏が気になって夜しか眠れ、夜だけ眠れれば十分じゃないですか。朝から焦げた油淋鶏、確かに送られてきたらちょっとね。ちくわパンね、ちょっと見てみたいわ、自分も食べたい、北海道好きなんで。
リーチに夢中、リーチに夢中、リーチに夢中さん、コスモスありがとうございます。多分リーチさんありがとう。名前変わったな。深谷市民はネギが主食で、確かに分かんないけど深谷はネギだからね。深谷の人はネギたくさん食べてそう新橋は大体毎日インタビュー、そうそう、え、そうなの、新橋、そうなんだ。でもなんか自分がさインタビューされてる場面に出くわすのはいいけど、自分がん誰かがんインタビューをしてる場面はよく見かけるけど、自分がされることはないよね。ナピちゃん待ってたよ、ありがとう。ゲーム待ってたよ苺が食してるとこ見えますよ。なぜ焦げてたのか気になります。え、私も気になります。私も気になるんですけど、それはなんで焦げてたのか自分も気になるけど、なんで焦げてたんでしょうね。でも作り直してもらって新しいのが出てきた時は全然焦げてなかったんで、ちょっとわかんないですね、何があったのかそう、でも味は美味しかったです。あ、焦げたやつちょっと食べたけど、焦げてないところは美味しかった。そりゃそうかそうさ、なんだっけ、今ビスのやつが始まったじゃないですか。で迷ってるよね、どうしようかなって思って。インタビューはいろいろ受けたことあるけど、うちらしかオンエアされない。受けてもオンエアされない時もあるんだ。なるほどね。油淋鶏に違う、この前みんなでご飯屋さん、中華料理屋さん行って食べたんですよ。シティーゴーの初日並んでたらテレビに。本当にすごいめっちゃ超超超子さんじゃないですか。やばい、なんかこう今コンタクト入れてるからずっと目開いてるとさ、めっちゃ乾くんだけどくまるパパさん、たくさんコスモスありがとう。コスモス、コスモス。よし、ギャーキさん結婚して、じゃあ11月4日の話かいっぱい来てくれたらいいよレイチの夢中さん、かわいい、ありがとう。こんばんはくん、コスモスありがとう。やっほー、ありがとう。そう、油淋鶏、油淋鶏って自分で作れるんかな。作れるんだったら作ってみたい。自分でも作るようなレシピなんか、やばい、本当に目が乾く。コンタクトね、今日はレッスンが、会場がいつもと違うとこだったので広かったから、コンタクトないとバミリ見えないなと思ってレッスンする、あ、レッスンじゃないや、コンタクト入れた。なんかリスのやつはそう枠があるらしくて、今始まってるのはもうダメなんだけど、今始まってるやつはもともとやる予定なかったんでいいんですけど、
次のがなんか新人枠みたいな感じらしくって、そうやろうか迷ってるって感じかな。でも正直お話し会もあるしさ、なんかどうしようかなって感じ。しかもユビネさんの卒コンもあるし、そうだからって感じ。メガネもコンタクトもなしでレッスン。ありますよ。なんか普通のいつものレッスン場でレッスンするときはコンタクトもメガネもつけないでやります。それでも見えるから。ユリンチーの垂れてる。そうなの。チーギータさん待ってたよ、ありがとう。DA 的にはどうしようかな。分かんない。でもなんか、そうだな。でも自分の誕生日と近いっていうのもあるし、新人枠のやつなら出てもいいかなって思ってるかも。じゃあ皆さんのご意見をお待ちしております。例の視力、視力わかんないんだけどさ、わかんないけどなんだっけ、コンタクトなんか -2.0 みたいなやつつけてる。目悪いんかなこれ、ちょっとわかんないですね。そう、リエツの誕生日もあるし、そうなのね、リエツの誕生日もあるしって。でもなんか分かんないけど、でも今3期生お仕事ないから、そうだからやった方がいいかなとは思ったけど、でも仕事はなくても。そうあれが、わかんない、なんかとりあえず研究生のうちは何でもそういうチャレンジしてた方がいいのかなって自分は思ってるんですけど、ビーチの考えが自分の意見だと思ってください。なんだそれは。誠さん誕生日11月3日だって。あ、そうです、11月3日が誕生日なんですよ。そうですね。よしきゃきさん、たくさんハートありがとう。こんばんは。そうそうそう、11月1日から11月7日でさ、
自分の誕生日が11月3日にあるから、だから結構いい時期なんかな、いい時期、このちょうどいい時期にあるんかなと思ったんだけど、今年の11月3日過ぎたら夜の12時まで配信できるようにならないかな。多分高校卒業しないとダメらしいんですよ。だから多分自分が11月3日誕生日過ぎてもまだ高校生ののは変わんないから、多分できないかな。難しいよね、なんかそうですね、11月3日も誕生日だけど実際できるのか分からないよね。配信できるのか分からないし、4日もオンラインお話か、あでもオンラインお話かあってもできるか、別に。どうしようね。そうだね、確かにね。うん、迷い中って感じですね。そうそうそう、もうてかもうそう11月3日までもうほとんどあれだから、レッスンなりリハなりがあるので、そうそう配信できないかもって思った。自分日中もできないし夜も10時までしかできないので、もしかしたら配信できない日あったりするんかなって思うと結構大変よね。朝めっちゃ早起きして配信するってのもね、なんかね、もうイベント参加中はさ毎日配信しないとダメなんですかね。別に毎日やらなくてもいいよって感じなら出ようかなと思ってたけど、そうなんですよね、結局僕隊もあるからその後なんとも言えんよね。どうしよう、結構迷い中って感じ。どうしようかな。とりあえず参加はするけど毎日は配信しないかもしれないって感じでもいいですかね。そうなんよね、なんかさ自分も思ったそれそうなんですよ、あのお話し会もあるし、だからねあんまりそこにそのイベントにお金をかけていただくのもって思ってしまうんですよね。そうですね、じゃあ やめた方がいいかな今回は、今回はって分かんない、次があるのか分からんけど、
参加しないと罰が悪いなら参加して配信はいつも通りでいいと思う。そうだよね。いや絶対配信してる方がさ、わかんないなんかうちにわか、うん、違うけど、不利益、参加しないで不利益出るって言われたら分からんけど、それはただなんか自分が楽な道を選んだ感じがしてちょっと気になる。ちょっと引っかかりますね、そこが。だって絶対配信するかしないかだったらする方を選ぶ方が大変なのに。そう、それが自分が気になります。あ、もう結構時間なんですね。じゃあちょっと一旦持ち越しで、これはじゃあ今日はもう終わってしまうので壇上を読みますね。13位トウモロコシさん、ありがとうございます。12位アンシゲイキさん、ありがとうございます。11位ユイチくん、ありがとうございます。10位357050さん、ありがとうございます。9位石剣マシンさん、ありがとうございます。8位ショートケーキさん、ありがとう。7位ミサミサ、ありがとう。6位浦部さん、ありがとうございます。5位レイチの夢中さん、ありがとう。4位ボブさん、ありがとうございます。3位コネパパさん、ありがとう。2位ルパンさん、ありがとうそして1位はマシンガーさんでした。ありがとうはい、ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい。じゃあまた明日。